はい、それでは、今日はですね、丸尾がモデルになって、犬がですね、噛んでくる瞬間っていうのを説明したいと思います。よし、よし。はい、今見られましたでしょうか。これこの状態ですね。これこのマットを取り上げようとすると、マットを取り上げようとすると犬は噛んできます。これはいつも丸尾が使っているマットです。自分の所有物を取られると思って犬は噛んできます。これは飼い主でも関係なく噛んできます。まあ他人であればもう容赦なく噛んできます。これ気をつけましょう。しかし、飼い主の場合はですね、しつけをしてますので、例えば丸尾、お座り、お座りこれ休みや、お座り、じっとして、これお座りじゃないですけど、一応こっちから指示出しているときは、お座り、丸を、お座り、じっとして、じっとして、座り、待て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 、丸、待て、待て、待て、よし。こういうあの指示を出したときはですね、犬の方も何か命令されてるということでですね、その通り従います。ですのでしつけが本当に大事だということですね。で、所有物を取り上げるときは必ずこのしつけ言葉を先に言って、お座りとか待てとかいうことを先に言って、その所有物に対してまあ畳んであげるとか、そういうことをすれば噛まれることはありません。先ほど言いましたけど、もし万が一噛まれて、犬が離さないときは喉の方に逆に拳を押し込んでください。そしたら驚いて犬は離します。瞬間、その時に手を抜いてあげて、今日は犬が噛む瞬間、万が一噛まれた時の、行動ですねについて話します。以上です。バイバイ。